はい、ではあずさの町を探索していきたいと思います。メタルマックス2です。これだけ年寄りを揃えときゃ人間狩りが来ても大丈夫じゃろ。やつらは若い人間の若い細胞を欲しがっとるという噂じゃでな。ということでね、ジジイとババアがいっぱいいると。俺も結構年取ったなと思うんだが、ここの人たちに比べたら僕なんかまだまだ子供でちゅというね。メタルマック、メタルマックスお約束なのかな。尾藤という男に会ったことがあるかな。いや、東の山のふもと森の中を探してみなされ。ほう、尾藤、子供いるじゃん。お兄ちゃん誰？この町の人じゃないね。僕たち子供は下の町に降りちゃいけないって言われているの。でも降りてみたくって、僕のことを上の町の大人には言わないでね、内緒だよ。上の町の人、ここは転送装置かな。はい、転送装置です。乗りましょう。上の町があるということですね。ああ、ここは酒場ですね。山の間を北へ北へ行ったところにどえらい美人がいる酒場があるそうだ。しかもその美人ってのは双子の姉と妹で、二人ともまだ独身なんだってよ。ちょっと怪しげですけどね、双子。くそ、この金庫どうやっても開き上がらねえ。結構金庫が出てきてますね。レジスタンスか反乱軍か。言ってみりゃこの町はそういう人間の町なのさ。強いか弱いかなんて問題じゃない、気持ちだよ。何にも負けない心が大事なんだ。かっこいいばあちゃん、限界みたいなこと言うね。悠々白書の気持ちが大事なんだと。おお、宿屋ですか。人間が家畜を飼うようにグラップラーの奴らは人間を飼ってやがる。俺は生かさず殺さず生まれた子供だけを収穫でも、親は生かさず殺さず生まれた子供だけを収穫でもするみたいに連れて行っちまう。あ、なるほどね。グラップラーがね、やっぱりどんだけ極悪非道かということを教えてくれてますね。ここは酒場ですね。ちなみにここもお大臣できるんですよね。で、なんかすごいこと言ってた人たちもパチパチパチとかね、いう感じになります。さっきまでのね、真面目な話はどうしたんだっていう。で、ここも入ってないですよね。あ、ここドックですね。何、年はとっても気は若い。まだまだ若いもんには負けやせんと。いいっすね。催眠ガス弾を見つけた。あ、これは砲弾ですね。特殊砲弾。弾倉8ですか。催眠ガス弾を一発手に入れました。で、満タンサービスと修理屋と、あ、砲弾、あ、ありますね。なんかあります?ナパーム弾。催眠ガス弾、冷凍弾と。ナパーム弾が結構今の段階ではいいんですよね。ただね、やっぱり特殊砲弾高いんですよね。これ見た通り50ゴールド、30ゴールド、50ゴールドなんですが、一発ですからこれ。一発50ゴールド。結構いい値段ですよね。普通の通常のね、砲弾が5ゴールドなんで。あれ?じゃあここは道具屋か。装備じゃない気がしてたんで。よし。ドラム缶。押す。メタルマックス名物。回復ドリンクを見つけたと。火炎瓶を見つけた。おお、44マグナムを手に入れた。これは強いですよ。そっか。テッシーに装備させたいな。
プロテクタクズはちょっとトラジロにあげて、ちょ、単体ですけれども85、まあ、約2倍強いですね。ショットガン装備できる？お、できますね。よしよし、まあいいでしょう。でこれはもう一回戻ってこっちを押すと、エジプシャンって装備するもんなんですね。おお強い。あ、頭か。なんかまた違うのかと思った。持ってないと。野球帽ってもう普通に売ってますからね。普通のものですよね。それが装備になるって素晴らしい。ちょっと装備売りましょう。ここじゃ売れないと。人間道具屋装備屋がここにない、下の町にはないと。でここですよ、なんぞやと。で車降りる感じになると、おーおーおーと、この塔はなんぞや。うーむ、その顔昔見たことがあるようなないような、気のせいかの。ほうと、合言葉を知ってなきゃ上の町へは入れないぜ。レジスタンスだの、グラップラーだの、知ったことかよ。こっちとら飯が食えて雨風さえしのげりゃそれでいいのさ。これも大事、うん、毎日の生活がね大事ですから。グラップラーの連中もトレーダーにだけは手を出さないらしい。へえ。トレーダーが寄りつかなくなったら品物も情報も手に入らなくなるからな。あー、そうですよね。情報がやっぱこういう世界では大事かなと。インターネットとかがないのかな、こう、この世界には。トレーダーがだから情報を持ってきてくれてっていう。グラップラーたちを束ねているという4人の、いや4匹のボス、もはや人間じゃないという。いずれ大人の凶悪なやつらだと聞いています。そんなやつらが仲良く組織を作っているとはとても思えないのですが、という仲良くっていうね。おい、お前合言葉を知ってるか？いや知らないっす。教えてやろうか？はい。合言葉知らないなんてお前きっと悪いやつだな。ベーダー教えてやんないよと。これはね、どっちにしても教えてくれないんですよね。へん、知らないくせに。合言葉はむにゃむにゃだねだもん。まあ、子供らしいいい感じで。ふんふんふん、さ、できたわ、火炎瓶。あれやだ、見てらしたんですか？内職でもしないと食べていけなくて、ほほほと。こら、降りてきちゃいけないって言ったでしょ。さっさと上へ戻りなさいと。まったく、手がかかって大変ですのよ、あの年頃の子供は。という。お、ひぼたんのさらし。わあ、このひぼたんのさらしは、これプロテクターで、ポチはね、ひぼたんのね、さらしだから装備できないんですよね。とりあえずこんな感じでいいかな。トラジロ装備させてあげましょう。で、ここの上、問題の上ですね。これ合言葉ね、ないと通してくれないと。これどっかにね、ヒントあるかどうかもわかんないんですよね。ただ自力で当時解きました。南海、いきなりこの質問、はいかいいえかと。これは内容は問題じゃないんですよね。まあ、これ間違えると、はいにして、まあ間違えたと。ここを通すわけにはいかないね、この女の人にここを通すわけにいかないねってね、逆に言ってもらいたいよね。
南かい？いや、じゃあ東かい？内容は問題じゃないんですよ、これ。かい？北かい？いや違います。じゃあ東かい？いや違います。じゃあ南だね？だねってなった時に入ってやると何にも言わずに通してくれる。もうちょっとさ、もうちょっとなんかこう言葉かけてくれてもいいかなと。合言葉は秘密だよ。誰にも喋るんじゃないよ。いいね。昔はそこら中の町に俺たちのような人間がいたものさ。だがほとんどは奴らと戦って死に、生き残った人間は町を追われてしまったんだ。でここにみんな集まってきてると。俺たちはもう長いことグラップラーどもと戦ってきた。このテントは、ここでようやくメタルマックスのファミコンの1にはなかったシステムが出てきまして、このプロテクタクズ、この、プロテクターが壊されてしまって装備の欄に残るこのプロテクタクズ、これを回収してくれるというね。おお、プロテクタクズを2個持ってるな。20で全部売ってくれ。はい、ありがてえ。じゃあもらうぞーと。ほれ金じゃーと。1個10ゴールドで引き取ってくれる素晴らしいシステムです。でいっぱい、確かね、いっぱい持ってくると、このスーパーファミコン版ではこの火ボタンのさらしとか、結構バリアシールとかがもらえたりして、結構ね面白い、リサイクル的なね、そういった内容となっていて、こういうシステムも出てきましたね。面白い、お前さん、まさかマリアの連れてた子供ということで、マリアの名前が出てきました。はい。おお、大きゅうなって。ここがそのレジスタンス、グラップラーと戦っているやつらの、まあ、やつらって言っちゃあれですけれども、人たちの、まあ、拠点。ここにマリアもいたということですね。で、これもちろんっていうか、新幹線の中にも入れます。サースティって酒場でショーをやってる美人の双子、北に行ったところですね。私たちと同じでグラップラーを嫌ってるらしいわよ。あんたマリアさんのたった一人の忘れがたみなんだってな。マリアの名前が出てきます。おお、マリア先輩、どうして死んじまったんすかと。やっぱり慕われてたんですね。これ酒場。マリアさんの仇、いつか必ずこの俺が、何邪魔かい俺、はい、いつか必ずこの俺がっていう。サースティという酒場に行くことがあったら店の裏へ回ってみなされ、この町と同じ合言葉で強い武器を手に入れられるはずじゃと。そこもそのレジスタンスのお仲間さんですね。美人の双子もレジスタンスの一員だというね。一員かどうかは分からないけれどもね、グラップラーを嫌っていると。どちらかというとこちら側ですね。長老ハイマンは奥のベッドで病に伏しております。ハイマン、この人か。テッシー、テッシーじゃろう、立派に育ったの。どうじゃ、マリアのことを聞きたかろう。はい。マリアはこの町で生まれた女。女ソルジャーとして町を出て行ったマリアが、ある日見知らぬ子供を連れて戻ってきた。戦場で拾うたというてな。それがテッシー、お前だったのじゃ。マリアは強かった。強すぎたのかもしれん。波の男では相手にならんかった。戦いでも恋愛
でもの。それがお前を拾うてからめっきり女らしゅうなりおって、死ぬ前に女らしいひとときを過ごせたこと、きっとお前に感謝しとるはずじゃ。という素晴らしいというか、まあ話を聞けましたね。やっぱりちょっとキュンってなりますね。マリアのことは聞いたよ。腕っぷしも気も強かったがいい女だった。え？お前。マリアを殺したのはバイアス・グラップラー、四天王の一人テッド・ブロイダーだと聞いたが。はい。遥か北にグラップルタワーと呼ばれる古いビルがある。四天王の一人がそこを根城にしているらしいのだ。ひょっとするとマリアを殺したやつかもしれんな。グラップルタワーがあるという。おお、めっちゃいる。うえ、お姉ちゃんったら怖いことばかり言うよ。ハイマンのおじいちゃんもう長くないんですって。でもそれってつまり死ぬってことでしょ。死ぬってどんなこと？死ぬとどうなるの？なんでみんなこりゃ怖いわ、こりゃ怖いわ。待て、しーちゃん、おばさんのこと覚えてないのかい？マリアがあんたを連れて帰ってきてた時は結構懐いてくれてたんだけどね。もうなんか懐かしい感じでいい感じですね。お、シグナル探知機。これは、そうですね。まあシグナル、信号ですね。説明になってないですけれども、いずれわかります、いずれ説明します。で、まあ向こうには行けないんだったかな。ちょっとまあマリアの話が聞けましたね。まあ、戦場で拾ったって言ってましたが、これどうなんでしょうかね、マリアの子供説。いやー、ないかわかんないですけどね。本当の母親だったかもしれん。わからん。で、ここに建物が一軒。これ大丈夫ですね。お、40、そう、44マグナムにしましたから。お、一発 KO。素晴らしい。よーし、よしよしよし。よし、ポチも上がっていく。ここはですね、何だったかな。あー、いいね。あっしは旅の商人、いわゆるトレーダーの端くれでさ、旅の途中で不発弾を見つけるとね、ここの親父に売りに来るんで。不発の館、打ってびっくり玉手箱、不発弾はいらんがね、一発たったの5ゴールドじゃいと。これは特殊砲弾です、不発弾という。でもね、何、そう、撃ってびっくり、まさに撃たないとわからない不発弾なんでね、大丈夫っす。いや、でも買っとこうか。不発弾はすごいでちゅ、撃ってみるまでどんなすごい弾かわかんないでちゅよ。まっすぐ北へ行きゃあずさの町へ出るよ。あんたが悪党なら町へは近づかない方が身のためってもんさ。不発弾買ってみますか。ただね、ほぼカス。本当にめっちゃ弱い。何発、7発いっちゃいますか。じゃあ、あれ、めっちゃいっちゃいましょう。安いから OK。 時たまなんかね、ちょっと強いの出るんですよね。まあいいとして、尾藤のところに行きましょう。うわうわ、不発弾早速撃ってみます。うわーち、1、弱っ。ちょっと待て待て待て、ちょ、バズカドベル先倒そう。そしたらこのね、センサーパンジーは、うわ、破壊しねえし、補助系のね敵なんで。鉄鋼弾じゃなきゃ怖くない。プロテクター押し、不発弾、センサーパンチ、ふいーやってきた、攻撃してきた。弱い弱い。
44マグナムいいっすね。ドーンって結構音が強い。いやー結構バリアシール使わされますね。ポチにも回復カプセル持たせてあげた方がいいかな。大丈夫かな。でここ前回来かけたところですね。ここが尾藤さん。お、女性が一人。こういうキャンプいいよね。ホラー穴の中のキャンプ1にも似たような感じのところありましたけれども、あんた尾藤の知り合いだったら助けてやってよ。あの人トンネルの奥の方にいるはずだから。いいなあ、ここで暮らしたいなあ。ここは昔トンネルボーラーの調子を確かめるために掘り返した穴だ。ああ確かめるためにちょっと掘ってみたみたいなね。 YouTube に動画上げてるんですかね。ちょっと掘ってみたみたいなね。お、いたいた。俺の名はビト。トンネルを掘るのが俺の生きがいさ。そこにあるトンネルボーダーでここまで掘り進んできたんだが、硬い岩盤に突き当たってしまってな、ボーダーのモーターがいかれちまったんだ。へえ。モーターを直すには修理キットがいる。あんた持ってねえか。はい。気持ちは嬉しいんだけどよ、嘘はよくねえと思うぜ。修理キット持ってきてくれと。わかりましたと。いう感じですね。まあ差し当たってはまあ北の、まあ、あずさあって北の酒場のサースティっていうところを行きましょうと。あとはこの左下ですよね、全然隠れちゃってるとこ、そこも行かないとというね。まあ尾藤のために修理キット、これを、おあずさも乗ってますね、修理キット買っていってあげましょう。モーターがいかれちまってなーって。あったあったあった。オッケー。こっち大丈夫かな。回復カプセルまだ大丈夫か。よし行こう。海沿い、右も多分何にもなかったと思いますね。うわー、ぴょん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 飛び跳ねている。ぴょんぴょん全然可愛くないですよね、ぴょんぴょん飛び跳ねてるって。大きさ的にはやっぱり相当でかいんすよねこいつらの敵。大きさからしてだから車ぐらいの大きさですよねこいつら。本当にそれがぴょんぴょん跳ねてるっていう、そりゃ世界荒廃しますよね。まあだからメタルマックス世界荒廃したところで機械と生物がなんかごっちゃになっちゃってっていうイメージですよね。俺に譲ってくれ。はい、ありがてえ。これで掘り続けられる。代わりと言っちゃなんだがこれを受け取ってくれ。回復ドリンクを手に入れた。尾藤は尾藤に修理キットを手渡した。あんたのおかげでトンネルを掘り続けられる。あんたのためにも絶対掘り抜いてやるぜ。ありがとうございます。助けてあげたよ姉ちゃん。よく見るとあんたちょっといい男じゃない。また来てよね。うふふ。え、尾藤の恋人じゃないの。そしてこいつは三角関係。トンネルボーラーの調子さえ良ければそのうちトンネルが抜けるだろう。近いうちにまた来てみなよ。
こういうね時間的なねやつが出てきたのもいいですよね。成長するタイプというか、三角関係ってあんまりよろしくないですよね。まあちょっとその話もいずれするとして、で尾藤さん助けました、はい。でお金は1343、アシッドキャ、まあこのフィールドがねアシッドキャニオンというところでございます。一度ちょっと一呼吸の意味も含めて窓へ帰って、イリットのところに泊まって満タンサービス受けますか。ワンちゃん来た、はい、ワンちゃん連れてきたでカール。わーい、一緒ですね。ねえ、僕の本当のお兄ちゃんになってよっていう言葉がね追加されてます。これね、はい、一回はいいのかな、いやちょっと怖いんでいいにします。チェテシ兄ちゃんのケチンボ、まあ、お兄ちゃんになってよっていうことはイコールね、あのイリットとね結ばれるという、結婚するっていうことですから、そうするとねこのゲームもね終わりというねことになります。はい。やっぱり最後はね、もうちょっと一回見てみます、見て、いや見ないけど、はい、一回は大丈夫だったはず。え、本当？本当にお姉ちゃんになってくる。ここですね、ここで押すとね、まあハンターをね引退するという形になりましてね、ワンと同じパターンで、まあエンディングみたいな感じになります。ただね今見てもそんなにね、そんなハンターの歴史がね流れるんですけれども、そんな全然何にもやってないですからね。よし、そうしたら尾藤のところはまだ早い気がするので、虎次郎さん、いやーでも弱いな、なんかもうちょっと HP 高かった気がするんですが、どうだったかな。よしよし、まあ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 、そしたらどっちだろう、ハトバかな、いい感じになってきて、あずさか、いやハトバ、いや怖いな、ちょ何やってっか分かんなくなってきた。あれ、ここバー入ったか。酒場のサースティに行きたいんですが、そのサースティのね行く道中にやばいやつがいまして、借りましょう装甲車ティッシュ。このね装甲車が戦車の性能レンタル中、これ結構強い。ザコはガトリング砲でやっつけといて、指名手配を見つけたら ATM ミサイルでドカーンとね、こう ATM ミサイルがめちゃめちゃ強いっす。ハンターにぴったりな車に仕上がってるわよと。これがかなり強いっす。攻撃力330ですからね。これはなかなかですよ。これちょっと一応乗りましょう。一応乗って、あずさ、ちょっと酒場のサースティーまで行ってみましょう。はい、そうしましたら、次回、ここのあずさの町の北のフィールドを歩いていきたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。では、次回もお楽しみくださいませ。テッシーでした。失礼いたします。